今回は、雨月物語。監督は、溝口健二。1953年の作品です。戦国時代、琵琶湖の北で家族らと暮らす源十郎は、農業の傍ら、陶器を焼く腕の良い職人で、羽柴秀吉が治め、活気づく長浜の町でそれらを売りさばき、多くの銭を持ち帰ります。さらに儲けを得て、女房子供を喜ばせようと、弟の藤兵衛と共に大量の陶器作りに励みますが、そこへ柴田勝家の軍勢が押し入り、果たして、というお話です。出演は、森正幸、田中絹代、京真知子、小沢栄、水戸光子ほか、侍ではなく、一庶民から見た戦乱の世の、夢と幻想。ベネチア国際映画祭では、銀獅子賞を獲得。多くの有名映画監督が名作として挙げる、海外での評価が高い日本映画の一つです。